第二次世界大戦後、近代の既成文学全般への批判に基づき、同傾向の作風を示した一群の日本の作家たちを総称する呼び方。象徴的な同人誌はなく、範囲が明確かつ具体的な集団ではない。新月作派とほぼ同義だが、現在はこの故障が一般化している。ブライ派の範疇を作り出した新月作派という言葉は、 坂口安吾による下作に対する数々の発言に橋を発する。エッセイ、下作者文学論、小田作之助への追悼文、大阪の反逆、小田作之助の詩などで、坂口は文学における下作性の重要性を強調した。漢文学や和歌などの正当とされる文学に反し、俗世間におもねった、謝礼や国慶と思考を基調とした江戸記の、 下作の精神を復活させようという論旨である。そこで、林房さが、江戸期の下作文学にちなんで、新下作派と命名したとされる。この、下作復古の思想は、坂口の論文、ファースについて、太宰治のおとの乙木造史などのパロディ作品、ニョゼガモンでの死が直哉への猛烈な批判、または、晩年から、グッドバイまでの太宰の諸作に見られる、同化精神。 小田作之助の可能性の文学などに顕著である。そこには、旧来の思想説的リアリズム、及び、規制文学全般への批判が見られる。ウライ派という言葉は、これら、下作復古主義から、旧体制の文学への反発を経て、結実し、一世を風靡した、坂口の堕落論や、デカダン文学論のタイトルイメージに影響されるところが大きい。坂口安吾。 太宰治、オ小田作之助を中心に、石川敦、伊藤聖、高見淳、田中秀光、段和夫などを指すことが多い。さらに奥の竹尾によると、三好重郎、平林太鼓を含ませることもある。太宰、小田らと交流があり、ブライ派に数えられることのある、青山浩二は、晩年のインタビューで、太宰と小田を純然たる、ブライ派として言及し、 長寿の段オや自身については、純然たる、ブライ派ではないと回答している。日本の近現代文学史上の潮流としての、ブライ派というより、広範な意味でブライ派と評される作家は、吉行淳之介、色川舞台、中上賢治、伊集院聖らをはじめとして、相当数存在する。ありがとうございます。